初めてのウーバーイーツ。やったー、嬉しい。ウーバーイーツの配達員の人すごいですね。すごい、よく自転車とか乗ってるの見かける。見ますよね。脚力すごそう、思います。でもいい運動になりますよね。確かに。迷わないのかな。確かに迷っちゃいますね。マリトッツォ食べたい。マリトッツォ。私もちょっと甘いやつを。なんか飲み物も欲しいな。さっきバナナスムージーみたいなのありました。あ、タピオカとか。あー、美味しそう。たっぷりクリームドラ、いちごのドラトッツォ。これにしようか。かわいい。いちごのドラトッツォ。ドラトッツォ。あ、すごい。自家製フルーツティーがつけれるみたいなのでつけます。いいですね。やばい、もう慣れちゃった。うわ、すごい。え、私ずっと気になってるやつがあって、なになに？ YouTube 見てて、なんかリンゴ飴を皆さん注文されてて、それがすごいなんか見た目もキラキラしてて可愛くて、うん、めっちゃ美味しい。注文、食べたことあるんですか？なんか、うん、結構いろんな味があって、チョコレート味とか、うん、すごい。なんかその中でもヨーグル味、あ、ヨーグルト、ヨーグルチョコがあります。ヨーグルチョコ、そう、うん、ヨーグルチョコ味がめっちゃ美味しい。え、本当ですか？どんな感じなの？全部美味しそうです。なんか、あ、え、すごい、可愛い。駅川です。35番の横山由依です。16歳です。よろしくお願いします。2009年に AKB48 の9期研究生として活動をスタートさせた横山さん、正式メンバーに昇格する研究生を発表いたします。誰だ？和長学部る。誰だ誰だ？9期研究生横山由依。9期研究生の中で最初に昇格した横山さん、その後チーム A、チーム K のキャプテンを歴任。はい、ただいまをもちまして AKB48 グループ総監督は横山由依となります。よっ、よっ、よっ、2015年に AKB48 グループ総監督を高橋みなみさんから引き継いで以降、およそ3年間2代目総監督として AKB48 グループを牽引してきました。12年間の活動を通して AKB48 とは何か、どうあるべきかを模索してきた横山さん、だからこそ語れる景色がある。今回のドキュメンタリーはそんな横山さんと AKB48 の数々の楽曲を作ってきた作曲家井上義政さんとの対談から AKB48 を見つめてみたいと思います。